要塞。可以。おお。ほら。やっ。ガツンと来るやつで行こう。大家好，这里是 CK， 今天来介绍一个记忆轮的打法。可以看到这里只展开了三个方程式就通关了。要让这个打法变得可行，主要有两个核心奇物，一个是鱼死重逢，另外一个是记忆轮，还有你要有绝佳的运气，因为这两个是三星奇物，通常要在冒险关或者是在奇遇关卡用奇物合成的方式才比较有机会拿到。鱼死重逢的效果是，当我们展开方程式的时候，会再得到另外一个没有办法展开的方程式，然后可以依靠这个方法获得总共六个方程式。而记忆轮的效果是，我们获得两个随机的方程式之后，再进入到下个区域的时候，会把所有的方程式变成其他的随机方程式。然后进入战斗之后，所有没有展开的方程式的效果都会被算进战斗中。而记忆轮在随机的过程中有可能会拿到直接可以展开的方程式，这样子就可以再触发鱼死重逢的效果。算上开场以及打败头目后可以获得的方程式，拿到鱼死重逢与记忆轮的组合，保底会有11个可以用的方程式效果。这个打法的优势在于可以直接启动多个命途特性，而且也可以在道中寻找自己队伍所需要的强力祝福，不需要为了方程式选不需要的祝福。但最好账号内还是有多种队伍可以因应随机出的方程式选出最适合的组队方式。另外它的缺点在于方程式本身并没有星数保底，所以随机出来的方程式的强度的上下限差距很大。另外一个就是不可以拿喜乐熏香，因为它虽然我们可以获得所有方程式的效果，但是实际上我们还是没有展开这些方程式，所以在有喜乐熏香的情况下，会造成敌方的攻击力还有血量大幅增加。那就来看一下它的效果吧。消滅開始。始まり始まり。頑張って。火を逃さず動く。さあ、隠れんぼし答え見つけてごらん。世の万物人事をなす。まほら。やっ。考えても無駄。来い。ほら。やっ！やっ！占いましょう。バトル体験を改善。2倍速ってこんなもんよ。どうしないで。優しくする。頑張って。気を逃さず動く。来い！お願いだから上がる。お願い。やった！上がり！やっ！ようか、起爆アクションは実行。へえ、リポップした。ターゲット、ロック、処刑。砲丸を持ってみるべ、消化醤油。どうしないで。考えても無駄。慌てない。かくれんぼし答え。見つけてごらん。お願いだから上がらお願い。やった！
世の万物人事はなす消滅開始湘南にす世の万物人事はなすバトル体験を2倍速ってこんなもんバトル体験2倍速ってこんなもんすぐ餌にかかるガツンと来るやつで行こう占いましょうそうよ一体気を流来た慌てないやっアクションは実行頑張って遊んでよガツンと来るやつで行こうセカンドギア消滅開始かくれんぼし答え見つけてごらんバトル体験を改善しないと2倍速ってこんなもん2倍速ってこんなもんガツンとくるやつでいこう消化消費世の万物人事はなす妖怪被爆動じないでクモ考えても無駄気を逃さず動くおお来たお願いだから上がらお願いやった上がりお願いやった上がりやっはっ私を楽しませてくれるガツンと来るやつで行こうアクション2、うん、実行砲丸を持ってみるべし優しくするね消滅開始ターゲットロック処刑バトル体験を2倍速ってこんなもんガツンと来るやつで行こうへえリポップして遊んでよどうしないで来いお願いやった上がりやっセカンドギア転換まだのまぐれでしょかくれんぼし答え見つけてごらん消化消費世の万物人事はなすせん滅プラン私を楽しませてくれる？バトル体験を2倍速ってこんなもん？アクションは実行。恩義を転換。バトル体験を2倍速ってこんなもん？ターゲットロック。処刑。一体恩義を転換アクション2実行かくれんぼし答え見つけてごらんどうしないで気を逃さほらクモお願いだから上がらお願いやった上がりかくれんぼし答え見つけてごらんお願いだから
張らせお願い。やった、上がり。やっ、こっそり来い。おお、ほらやっ、考えても無駄。ガツンと来るやつで行こう。失敗。縁起のいい日だね。那这支影片就到这里结束咯，我们下一支影片再见咯，拜拜。